はい、今チマビッチを病院に連れて、一日入院なんで、お願いしてきました。ほんで今日は定休日なんですけど、ちょっとフォードちゃんの方は明日火曜日で、あの塗装だけちょっと外注に出すんですけど、もうその外注先の塗装屋さんがもう明日とその次とその次3日間ぐらいしかもう空いてる日にちがないと、あの19日までに仕上げるんだったらと。で最初打ち合わせした時20日以降に預かれますよって言われたんですけど、もうそれじゃ遅いんで19日にはオーナー様に渡したいんでっていう話をして、なんとか頼み込んで予定をこじ開けてもらって、明日からやってもらうっていう話にしてあるので、それまで今日明日のおそらく午後には取りに来ると思うんで、今からここですね、この欠けちゃった部分、ここ、カーテバーで私がやりたいと思います。今ねちょうど11時スタートですね。まあヘザー作って、鳴らして縦までとりあえず、そうですね、お昼までには終わらせたいと思います。まあそんなかかんないか。本当だったらこのランニングボード外してやりたいところですけど、まあそこまでやっちゃうとねお金もまたかかっちゃうんで、ちょっとマスキングしてやっていきたいと思います。よく見るとあれですね、これランニングボードなんだろう、布なんだけど破けたりしてますね。しょうがないんだろうなこういうのって。暑いんだな。そんなにお尽くしなきゃなんねえとこかな。よし、まだ全然乾いてないですね。まあこのぐらいの補修だったら、まあ、正直色まで僕のところでやっちゃうんですけど、この車に関して言うと、まあ、この車を乗っていただいたところに外注で塗ってもらうんですけど、まあオーナー様のこだわりで完璧な塗装をっていう形で、やってもらったんですけど、まあ、その時も一回もともと艶消しの黒だったんですけど、その車屋さんに出して、車両全部ほとんどの場所を、もう一回修正をしていただいて、まあその外注先の塗装屋さんが見て、ここは直さなきゃダメだなっていうところはあっちこっちちょっとやって、まあほぼ一番苦労したのがボンネットらしいですけどね、その辺をやってもらって、まあ本当のすごいクオリティの塗装なので、まあ私のところには塗装ブースもないので、そこへもう一回補修にお出しして出させていただいて塗ってもらうって形を取ります。そんな感じなんで、パテ整形まで、私がやって、その先はその塗装屋さんに任せるので、そんな感じです。
さてそれでは昨日作ったこのステのここを、ちょっとこうポイーンって膨らましたいらしいんですよ。こっちも、そんな感じでちょっと作っていきましょう。で今日は天気がいいんで、できればなんで今日は定休日などで仕事してるかっていうと、まあさっきも言ったように時間がないっていうのもあるんですけど、頭の中でこう作業の組み立てをしてますよね。こうやってこうやってこうやってって、ほんでまあできれば本当は今日休みで、明日火曜日で、今日やってた作業をやって、でそれが終われば色が塗れるんですけど、どうも天気予報で明日雨らしいんですよね。なんで天気がいいのが今日までなので、今日中にできれば色を入れたいなって思ってるっていうのもあって、今、耳の部分をとりあえず、曲げ、こことここの角度になるべく合わせて、曲げまして、で接合して成形に入ります。こんな感じで膨らましと成形が終わりましたね。よいしょ、こんな感じです。でちょっと今から色を塗っていくんですけど、あれだな、あサービスで牙生やしておきました。なんか味気なかったんで。よし、そんな感じです。今サフを入れましたね。一応オーナー様との話でクロームに出すまでの間、今回のイベントではしょうがない黒くしていくっていう話だったんですけど、まあそうですね、その時にもお話ししたんですけど、サフとか色とか入れちゃうとクロームに出す時手間が増えるんで、クローム屋さん大変ですかねなんて話をしてたんですけど、まあなんでサフ入れないで塗っちゃいますかみたいな話もしたんですけど、ダメですね、やっぱサフ入れないってダメだ、綺麗にツルンってならない。なのでサフ入れました。まああとはクローム出すとき、クローム屋さんがうまくやってくれるでしょう。いい感じで多分。あとは乾燥を待ちましょう。